この動画は、インコのトリボルナウイルス検査の実際の様子を撮影しました。今回は楽天市場で販売されているトリボルナウイルス検査キットを使用します。検査キット内容は、検査依頼書、説明書、採取容器、利用規約です。採取容器に鳥の糞便を集めます。説明書に従い、鳥の糞便を数日分集めていきます。規定の日数分集まったら、検査依頼書と一緒に検査機関に郵送して検査してもらいます。遺伝子検査の仕組みを確認してみましょう。糞便の中には昨日食べた種子、腸内細菌、空気中のウイルス、鳥自身の遺伝子など様々な遺伝子が含まれています。その中から今回の検査では、トリボルナウイルスだけを増幅させる試薬を添加して、遺伝子増幅装置にかけます。もしも陽性であれば、もともと糞便に含まれていたトリボルナウイルスが増幅装置と試薬によってトリボルナウイルスの遺伝子が増幅されます。陰性の場合はもともとの糞便にトリボルナウイルスが入っていませんので、増幅装置と試薬でも何も増幅されません。ゼロに何をかけてもゼロなのと一緒です。この仕組みを利用して、検査前と検査後で遺伝子の量を測定して、遺伝子量が増えたならば陽性、増えなければ陰性と判断することができます。この仕組みを使えば、PBFD 遺伝子だけが増える試薬、トリクラミジアだけが増える試薬、メス遺伝子だけが増える試薬、と使い分けることで様々な検査が可能になります。検査機関にもよりますが、装置不具合や試薬不具合による検査ミスをなくすため、実際にウイルスを混ぜて必ず陽性になるテスト検査、水だけを混ぜて必ず陰性になるテスト検査、そして本来の検査対象物の検査も同時に実施されます。これによって検査精度を保つことができるのです。今回依頼したペット遺伝子研究所では1回の検査依頼で2回の並列検査を実施しています。せっかくなので実際の検査風景を見てみましょう。これは実際の1回分の検査セットです。郵送した鳥の糞便がこちら。それを遺伝子抽出液に混ぜます。右から順に陰性テスト用、今回送った鳥糞便、実際にウイルスが入った陽性テスト用です。それぞれの液体を規定量取り、先ほどの検査セットに注入していきます。空気中に浮遊する細菌やウイルスが入らないよう、専用のクリーンボックス内で手早く行います。注入が終わったらキャップを閉めます。遠心器を使い、容器側面についた試薬を底面に集めます。きれいに試薬が容器下部に落ちましたね。遺伝子を増幅させる装置にセットしていきます。トリボルナウイルス遺伝子をしっかりと増幅させるプログラムを作り、検査スタート。検査結果が出たようです。こちらは実際の画面です。グラフ上に行くほどトリボルナウイルスの遺伝子が多くなります。グラフ右に行くほど時間が経過しています。赤い陽性テスト用は最初はウイルス量が少なかったのに、途中から一気に増幅されていますね。青い陰性テスト用は最初から最後までウイルス量が変わっていません。そして緑の線が今回検査した鳥糞便です。時間が経過してもウイルス量が一定のまま、陰性テスト用と同じグラフをしていますので、今回の検査は陰性と判断することができますね。検査結果のメールが来たようです。先ほどのグラフの通り、今回の検査ではトリボルナウイルスは検出されませんでした。今回はトリッピーのスタッフがお迎えした秋草インコのトリボルナウイルスの実際の検査の様子をお伝えしました。このようにして PBFD やポリオーマ、トリクラミジア、性別などが検査されています。皆様の愛鳥に対する興味関心にお役立ちいただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。